SN 国だって。N 国党について触れてみようということで、まず最初に言っておきます。この配信はあとあそこ YouTube にも上げるものなので、カジャネダニダニいったー、あげるものなので誰もいなくても喋ります。はい。で今日は N 国党についてということで、まあ初めての試みなんだけども1名さんいらっしゃい。じゃまず最初に N 国党って何っていうところからちょっと入っていこうかなと思います。で N 国党って正式名称は NHK から国民を守る党なんですよね。それを略して N 国党と。いうことで、結成が2013年の6月17日、実は結構、前なんですね、結成されたのは。で、これ当初は、ご存知有名な NHK をぶっ壊すって有名な、立花隆参院議員が、有名、党首ということでですね、衆院選においてあ参院選か、この間の参院選において、届け出た略称が N 国党ということなので、N 国ということで、呼んでいて、で全国比例区、この間の参院選挙の全国比例で、立花隆さんが当選をして国政に進出し、党として の、条件でもあるその得票率も獲得しているので、正当な正式な政党だよということで、この立花さんっていうのは元日本放送協会職員でインターネットテレビ立花隆一人放送局代表取締役社長の立花隆が2013年6月17日にNHK 受信料不払い等の設立を届け出て、で7月23日に現在の党名に変更したと。で同じ年2013年の9月に大阪府摂津市議会議員選挙を皮切りに各種地方自治体選挙に候補者を擁立してますよと。で地方議会に進出、立花さん本人が進出したのは2015年4月、船橋市議会議員選挙、これに当選をしましたね。保守系会派県政会に所属をしたんだよと。で、ということで議席を得たよということで、2015年12月には朝霞市議選で、2016年4月には四季市議選で3人目の当選者を出したと。で、第24回参院議員選挙では、大阪維新の会の、候補者を支持したと。で、2016年に東京都知事選挙に、立花さん立候補したことで、船橋市議会議員を失職しております。NHK 放送センターで収録された政見放送で NHK の現状を批判して NHK をぶっ壊すと連呼し注目を呼ぶが落選をしました。はい。で2017年1月茨城市議選、これは落選してますね。で2017年6月に尼崎市議選で4人目の当選者を出して、同年7月には葛飾区選挙区からの立候補を経て葛飾区議選で当選、立花さん自身がね。でその後町田市、春日部市、立川市、川西市、松戸市、八千代市、西東京市、台東区で同党所属議員を当選させたということになりますね。
まあ何でしょうね、ここ立花さんっていうのはもう YouTube ではもう有名ですよね、もうね。YouTube 上げてますからね、結構ね。最近ではこれ本題なんですけども、マツコデラックスと結構やり合ってるね。だってこれだって発端がその東京 MX の5時に夢中でこのマツコ・デラックスがN 国党に票を入れた人たちに対してそのふざけ半分で入れたとか気持ち悪いとかね、党自身もなんか宗教みたいだとかなんとかって言ってるっていうのがどうも立花さんの激励に触れたみたいで、マツコ・デラックスをぶっ壊すって言ってるぐらいですからね。うん、結構ねこの人、俺は見てて面白い、うん、俺は見てて面白いし、うん、この人、まあ喧嘩の仕方うめえなっていうのを思ってることだよね。うん、で、立花さんはもう議員会館にテレビを設置し、NHK と受信契約を締結した上で不払いすることを宣言しますからね。すごいね。まあ契約後の不払いであれば5年で時効となり、申し立てにより過去の受信料は消滅するよと。ただこの NHK っていうのも、なんていうのかね、過去に裁判でその5年分とかしか徴収できないよって言ってるのにもかかわらず十何年分の請求書出したりとかするぐらいだから、大体 NHK って見る？ちょっとここに相方いるんだけど、見ない。見ないよね。だってNHK のなんだろう、収入、うん、会社の収入としてさ7000億円あるのよ年間で。でそれって受信料なのよ、うん、これどういうことかっていうと、NHK 見てない人からも取ってるわけね。あ、ここ NHK 払ってない？払ってないよ。テクテクする。うちにもね一回来たのさ、うん、NHK のその集金人が、うんうん、で NHK でそうやって、あ、うち見てませんからテレビありませんからっつって、うん、うん、で、あとはほらずっと俺昼いなかったから、うん、うん、集金人来なかったけど、だって要はさ生活保護とかもらってる人からもさ、うん、お金も巻き上げてんだよ。それはダメだよね。うん、で取り立ての仕方がえげつないんだって、うん、すんごい。 NHK は多分知ってると思うけど、うん、うん、だから NHK って何なのっていうところなのね。見ることないもん。うん、見ることもないし、だって俺見るって言ったらプロ野球中継ぐらいだよ、うん、うん、見てるやんっていうね。あれなんだけど、どっちにしてもさ、ね、うん、なんていうのかな、NHK の受信料って、その立花さんが選挙で言ったように、スクランブル放送にすればいいのさ。うん、見たい人だけ契約する。うん、そうした方がいいと思う。うん。見たい人だけ契約して、だって、ね、今のまんまだとアンテナ立てたら、自然発生的に映っちゃうわけだから、ね、映っても見ないよっていう人ほとんどじゃない。特に若い世代なんかはさ、NHK 見ませんよって、紅白歌合戦ぐらいですよとかって、ね、そういう人たちからも、普通に受信料取ったって、まあそれはおかしい話であって、俺はそれは到底容認できないんだよね。俺としてもね。見てない人からも取るってどういうことよっていう。でこのちょっと話戻るんだけども、この党首の立花孝志さん、
および当関係者、ものすごくね裁判やってます。いっぱい裁判やってるね。すごい最初の方で出てきたんだけど、名前が大気除去フィルター機器 NHK じゃないよ、イラネチケ、これをめぐる裁判。でこれはね、立花さん本人が起こしてる裁判なのね。当事務所兼自宅のテレビに取り付けた上で NHK との受信契約義務がないことを確認するため、東京地方裁判所に債務存在確認訴訟、これを起こしたと。ちなみにこれは敗訴負けてます。で NHK 受信料の徴収をめぐる裁判、で徴収業務の委託を受けた業者に自宅を訪問された千葉県の人物から電話で相談を受けた、立花市議会議員がこの人物に NHK に対して慰謝料10万円の支払いを求める裁判を松戸簡易裁判所で起こさせた、2016年敗訴、負けてますね。そしてえっ、ー、と橘らに弁護士費用相当額54万円の損害賠償を求め提訴、 NHK がね、今度は NHK が提訴して、業務妨害をしたと。訴検の乱用による業務妨害であるとして NHK の訴えを全て認め、立花らに54万円の支払いを命じる判決を言い渡したよと。ほとんど NHK 勝ってるねこれね。ワンセグ携帯も受信契約義務ありだって。あの携帯の、ね、これはびっくりだけどね。まあでも立花さん本人があの動画で言ってっからね、あれはね、すごいな、すごい訴訟を起こしてるよこの人。いっぱいこれあれだよね、起こしてるね。ただねこうネット上にはね、この N 国党を批判するページがすごい多いのよ。やっぱりみんな見てるし払ってる人がいるんだからそれを言うのはおかしいだろうみたいな、まあそういう意見もあっていいと思うのさ。ただね、あの俺思ったのは、今の日本って、まあ、昔からそうだけど偏った報道しかしないじゃない。なんだろう、 A と B の意見がありました、賛成意見と反対意見がありましたって。で世論がそれに対して賛成だって言えば、じゃあ反対意見聞くかって言ったら聞かないのよ。それはおかしい話なのさ。それが今回のそのマツコ問題にもなってるわけよ。俺はマツコデラックスがそういう人物だったとは思ってもいなかったけどね。だってだよ、自分でさ言いたいことを言ってだよ、ね、反論されたら黙り込んで被害者ずらしてさ裁判まで起こすとかって言い始めてんだから、それ考えるとなんだ幼稚じゃんこいつみたいな。でまたマツコデラックスって
発言力あるじゃない。まあね、うん、あいつが発した言葉って絶対影響力があるもんだから、世間に対してね、うん、うん、だからそう、安易にそういう立ち話個人の批判だけじゃなくて、その明らかにその政党に対する反論、まあ政治反論みたいな、うん、そうじゃなくて完全にその悪口、うんうんうん、陰口になってるから、それを平気で言っちゃダメなのよ、テレビで生放送で、うん、で黙り込んでるでしょ今、これ卑怯なのよ、うん、自分でふっかけた喧嘩なんだから、なんだろう、それに対して反論されたら堂々と言いやいいの、自分でそれが正しいと思ってんだから、うん、俺はそう思うね。まあそれはあの昔の会社の社長にも言えるけどね俺どんな話題でもこれは出すからね、俺はやつはね出すよ、うん、そうね、ほんとね、ちょっとここで、まあ、相方だけだけども、凛太郎くん、はい、NHK はスクランブル放送にした方がいいと思いますか？何それ。だから、見たい人だけ受信契約するっていう。そっちがいいと思う。そっちがいいと思う。うん、だよね。うん。ただほら、何地震とかさ、台風の時を見たいのよ。うん、ああ、わかる。そういう緊急な時だけ？まあ、衛星放送だったらさ、うん、ね、ほら、アンテナ立ててっから、そのアンテナでほら衛星だから見れるように、だって宇宙に電波飛ばしてほら見れるわけだから、うんうん、そういう風にすればいいし、うん、その民放の方なんだよ、民放っていうか地上波の方なんだよね今はね、うん、地上波の方をスクランブルにすればいいと思うんだよ、うん、だってそうじゃん、今の地デジ2011年にさ地デジに移行したでしょ、うん、お宅当時住んでたところ今の小言ではさ、その地デジ放送始まった時期違うんだけど、こっちは半年遅かったから震災の影響で、うん、だけど例えば東北ってテレビ東京映んないじゃん。そうなの？映んないよ、うん、だってどこも局がないから、うん、東北6県、うん、一番近くて札幌だから、うん、で、なんだけどもね、これ衛星にすると、衛星っていうか地デジにするとさ、デジタル放送にすると見れるじゃない、うんうん、でそのデジタル放送はまあそこは ねみんな見るから、うん、まあしょうがないとしてさ、うん、そういう風にすればいいと思うの俺、うん、衛星とかデジタル放送とかに、うん、ただ地上波に関してはやっぱりスクランブルにするべきなんじゃないのっていうのは俺の意見、うんまあこれ、まあ、YouTube にもあげるけども、果たしてこれを見た人はどういう反応するかっていうのを楽しみだよね。NHK はね、なんか子供がちっちゃい時ぐらいしか見ない。うん。なんかそうだよね。うん。うん、小学校上がるぐらいまでかな。ああ。俺大学入った時に、大学入ってから天才テレビ見始めたから。あれ面白い。面白い、面白かった。俺が見た時は面白かった、うん、で、そこから台本のネタ生まれたりもしたから、うん、今だからぶっちゃけっけど、まあそん時天才テレビくん出てたメンバーで今まあテレビ結構出てるのもいるけど、うん、まあ亡くなった人もいるけどね、亡くなった子もいるけども、いるんだよ病気で、うん、うん、事故か、事故で亡くなったんだ、うん、本題戻そう違ってる、うん、置く場所が置く場所だけどね、愛知名さんいらっしゃいね、ただこれに関してはもう本当に俺は N 国党のなんでやり方っていうのは俺は面白いと思うし、新しいやり方だと思うよ。他のさ自民党とかさ、ね、なんとか党とかね、
そういう政党のさ、じゃあマニフェストなんですか、政権公約なんですかって聞いてさ、答えられてもさ、わけわかんねえじゃん。うん、N 国党はもう、ただ一つ、NHK スクランブル放送にしろ。以上。で、見ない見ないっていう人がいっぱいいるだろうね。うん。だって国家予算までつけてもらってだよ、まあ、国営だからさ、国家予算つけてもらって受信料取ってんだよ。だって小さい子がいるとことかさ、年寄りがおるとこしか見ないでしょ、うん、だって今の若者だってテレビ自体見ないけん、うん、で今国家予算って話したけど、うん、NHK の予算っていうのを国会で承認されるわけよね。国会で予算つけんだったら逆に受信料取んなって、うん、国会で予算つけてんのにその受信料をヤクザみたいに徴収するからね、こういうことが起こるわけよ、うん、国会予算つけてもらってんだ、国からお金出してもらって運営してるんである以上を、うん、受信料を取るべきではない、うん、と思うし、それでどうしても足りないって言うんだったら、やっぱ民放みたいにスポンサーをつけてやるとかさ、そういう方法が一番いいと思うのよ俺はね、うん、でないとだって、まあ、さっきも言ったけどさ、その変な話ね、生活保護の人からもね、お金巻き上げてるわけだから、あやちゃん来たねね、うん、だからそれはそれでおかしいと思うんですよ。だって生活保護ってね、うん、もうだってもし入院したとしたら、うん、もう本当にね、自分の何身の回りのもの買うだけでもいっぱいいっぱいでしょ、うん、それでさ、 NHK の集金人が来てだよ、金出せって言われて無理なんだよ。受信料ってだいたい1ヶ月いくらなの？2300円じゃなかった？高えわ、それは高えわ。なんかそのくらいだったんですよ、うん、実家払ってんのかな。多分払ってねえぞ実家も。なんか払ってそう。ああ、なんかばあさん払ってそう。ばあさんはテレビにかぶりつくだろう、うちはね、うん、だけどもやっぱりうん、あれだよね、やっぱスクランブル放送すべきだね。というのが、今日の、N ないよ、H 払う、K 金なんて。あ、うまいうまい、あやちゃんうまい。 NHK で、あいうえお作文しました。 N ないよ、H 払う、K 金なんて、うまいあやちゃんうまい、それないよ払う金なんて、だから NHK。 なるほど、うまいよこれこれはうまい、うん、これはいいね、うん、だって金払ってもさ、シール1枚しかくれないんだから。それはちょっと嫌だね、うんうん、それは嫌だね。読み上げを復活させましょう。だって、うん、今現在さ、もう YouTube ばっかりじゃん、テレビじゃなくて、うん、そう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 。で、YouTube って誰でも放送できるから、うんうん、まあ、俺もやってるし、うん、まあ、これだって、YouTube 上がるけど、あやちゃん聞いたかいこれ YouTube 上がるよね、上がるけど、うん、まあ、今誰でも放送できるのさ、このツイキャスだってそうだし、ね、今こうやって今リスナー2人しかいないけども、今同時視聴がね2人しかいないけども、誰でもいつでもどこでも携帯しちゃえば、やらちあやちゃさん、じゃあ著作権つけと、故障このあいうえお作文なるほど。でもこれはうまかった、うん、このあいうえお作文はうまかった。あ、で、今後私がやるキャスの配信は全部録画残しますんでご覚悟を。なんかチクチクする。どこが？足の裏。なんで？どんな感じで？チクってハレジ刺したみたい。ああ。
俺たまにあるよ。ダニ？ダニかな。あれバイさんとなんかやらんと。やらち、あやちゃさん、お上等だぜ星。お上等だぜってきたか。おお、よしよしよし、よきよき、よきよき。NHK をぶっ壊す。俺は違う、そこの NHK の部分違う言葉にしてるんだよね。やらち、あやちゃさん、なんでも言いますそう。なんでも言います。もう出しちゃうぞ、もう会社名。もう関係ねえぞ、出しちゃうぞ。H 学館をぶっ壊す。はい。もう出しちゃうぞ。あの、わかんない人は、あの、私の過去の配信を見てくださいってね。ありますから。パワハラ配信ありますから、パワハラ受けた配信、あれ完全生中継だったよね。うん、うん、やらちあやちゃさん、年金基金もぶっ壊してどうぞ。それが年金、年金こそそうだよ本当に。そうだよ、年金多分俺もらう年になったらね、何ももらえないよ。年金機構行かないといけないでしょ。めんどくさいっちゃうな。違うのよ、ほとんどのやつで。あ、そっか、あなたは、あなたはそう、違う意味だよね。あやちゃんさ、NHK 見る？これリスナーいると楽なんだよね、うん、この放送もね、うん、ね、ここに NHK はぶっ壊すって書いてあるけど、ないよ払う金なんてね。このあいうえお作文はよきよきだわ。これ、こいさんがくれたやつやっけ。これだけでも違うんじゃない？血統。うん。うん。助かったね。あいつ不思議なやつだよな。で、あの、スケベって言葉もお前言ってんの聞いて言ったんだぞ。やらち、あやちゃさん、みないMジップ大好き、LINE ニュース大好き、他でどうにでもなる。確かに。うん、他にどうにでもなるのよ。だからスクランブル放送は俺は賛成。 N 国が言ってることは賛成。うん、うん、NHK をぶっ壊す、 H 学館をぶっ壊す、地図庫をぶっ壊す。もう個人名までですからね俺。だって前の配信で俺の名前バンバン出てるからね。うん。今の仕事先のね、高校生言ってたもん、あいつ無理だって。あ、無理って。一言。ね、そんなのもあるからね。もうなんか次の選挙 N 国に入れましょう皆さん。今度はね、N 国ね、政権交代目指すって言ってたよ。うん、ということは立花さん首相になるの？総理大臣。ちなみに私はお店の掃除大臣です、うん、私がやると店がピカピカになるっていう。聞いてないね、うんうんうん、全く聞いてないね。では次の配信からは残り1分なんでね、次の配信は普通の配信やります。普通の配信やります。やらちあやちゃさん、安倍さん下ろして早く新婚ほやほや、小泉くんあげようぜ矢印。確かにそれは言えてる。うん、それは言えてる。安倍あれダメだ、もう独裁者だもんあれは。うん、だんだんちょっと危ないよこのままいったら。うん、ただそれで昔民主党がやってダメだったから、うん、自民党以外の政党が政権握ると必ずその政党の時に大きな災害が起きるから。阪神もそう、あの時は社会党で、うちらの震災の時は民主党、うんうん、必ずでっかい災害が起こるのよ。というわけで、今日はこれにて、ここのカテゴリーはこれにて終わりです。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。この後は引き続き普